語ろう。はい、ということで本日はちょっとロケーションを変えて、いつもここで語ろうを撮っていきたいと思います。そうですね、じゃあまず明るいニュースからいろいろ触れていきたいと思います。先週ドラゴンズね、まずちょっと幸先いいスタートは切れてたんですね。はい、宇佐美選手の2夜連続サヨナラという、チャミさん本当に移籍してからずっと頑張ってくださってるなと思いますね。1日目はね、高谷くんと宇佐美さんの2連続ホームランで、でさらにその最後には代打で出場して、でヒット、サヨナラタイム、やっぱ決めれる男っていうのはね、ね、奥様がやっぱり国民的アイドルの方ですけど、そういう方を仕留められるっていうのはやっぱりただならぬ、こういうハートの強さが、ね、あるんじゃないかなっていうのが垣間見えた瞬間でしたね。いや、宇佐美選手本当に、ね、頼りになるなと思いますね。うん、あとそれからですね、今日時点で大島選手のメーターがあと3本まで、ね、差し迫っておりますね。ちょっとね、なんかね、神宮は背中の張りみたいなんでね、出れなかった時もあったんですけど、最終日は出てね、しっかりメーター減らしてくださったのでよかったなと思いますね。ちょっと期待したいですね、これね。うん、で、それ記録系でいくと、球団記録をね、大きく更新した、はい、岡林選手ですね。連続試合が29試合ですかね。うん、素晴らしいですね。いやいやいや、今まで本当に何年も更新されてなかった記録を更新してくださったっていうのは、本当にね、まだ21歳の、ね、選手がやってくれるっていうのは、本当ドラゴンズの未来は結構明るいんじゃないかなっていうのすごく思いますね。岡林選手、今名実ともに本当にチームを引っ張っていってくれている存在だと思うので、これからもね、さらなる活躍期待したいなと思っております。うん、そうですね、あとは、あ、そうだ、私ちょっとね、神宮球場をね、見に行ったんで、その動画ね、金曜日と日曜日公開してるので、よかったらそちら見ていただきたいんですけど、そこで、ブルペンのね、近くの席で見たので、はい、新外国人選手のフェリス投手ですね、見ましたね。93っていう背番号がすごくね、大きな背中にドーンと乗ってて、結構ね、ライデル選手みたいなスマートな感じではなくて、いわゆるスケットっぽい、ちょっとがっちりした体格でしたね。うん、でやっぱ生で見ると直球がすごく強いですね。個人的にはなんて言ったらいいのかな、重さがある直球というか、宇田川選手のフォークのような、本当に重さがあるような球を投げるのが印象的でしたね。うん、なのでこれは相手からしても本当に脅威となる、最後のラストピースにね、ハマってくれるんじゃないかなと思いますね。うん、今年どうしてもちょっとやっぱり、リリーフ陣もね、疲れが出てくるところもありますので、そういうところで一つフィリス選手にはちょっと最後のガッと活躍してね、来季以降のあれも期待したいなというふうに思いますね。うん、まあね、ちょっとビジター3連敗というか、ビジターはちょっと12連敗中なんですね、今ね。うん、私たちが東京ドームでね、こうショートでね、ちょこちょこ上げてご覧になってる方いると思うんですけど、もうそのあたりから全然関東のドラゴンズファンは勝ってるところを見てないっていう、なかなか悲しいところはあるんですけどね。うん、いや、まあもうちょっとビジターとはいえど切り替えて、今週もね、いろんな記録かかってますから、うん、頑張っていってほしいなと思います。うん、まだね、ちょっと順位一つ上げるのは諦めずに、ここは戦い抜いて最後まで頑張っていってほしいなと思います。はい、そんな感じですかね。今週も、金曜日、配信いたしますので、生配信ぜひ試合一緒に見ながら楽しんでいただければと思います。さあ、そんな感じですかね。うん、まあ、なかなか本当に大変な状況なんですけど、まあ、とりあえず、石川選手の本当何よりもの無事と早い回復を祈っていますし、そうですね、順位が一つでも上がっていけるように、これからもドラゴンズのことを応援する気持ちは変わらないので、頑張っていってほしいなと思います。それではまた次回の配信や動画でお会いしましょう。バイバーイ。